ミラン・シュテファーニク、ミラン・ラスティスラフ・シュテファーニクは、スロバキアの軍人、政治家、天文学者。第一次世界大戦中に、トマーシュ・マサリクやエドバルド・ベネシュと共に、チェコスロバキアの独立運動を率いた、中心的人物。オーストリア・ハンガリー帝国領内のコシャリスカーで、生まれる。1900年に入学した、カレル大学では、哲学の講義で、 トマーシュ・マサリクと地球を得て、チェコ人とスロバキア人が協力する重要性を強く認識するようになった。カレル大学では哲学のほか、物理学や天文学について知識を深めた。1904年にパリに移り、ピエール・ジャンさんに才能を見出され、パリ天文台に職を得る。主に太陽の観測、研究に従事した。1912年フランス市民権を取得。 第一次世界大戦が始まると、フランス軍のパイロットとして参加するとともに、パリを拠点に、マサリクやベンデシュとともに、チェコスロバキア国民委員会を設立して、独立に向けた外交活動を展開した。また、チェコスロバキア軍団を組織し、その指導に当たった。このような外交努力によって、協商国側から、チェコスロバキアの独立に対する支持を取り付けることに成功した。 1919年、すべての交渉を終え、イタリアから祖国へと外戦する飛行機に乗り込んだが、その飛行機が墜落事故を起こし死亡した。新たに建国されたチェコスロバキアではすでに陸上に内定していた最中の死であった。チェコスロバキア独立のスロバキア人を代表する人物で悲劇的な死を遂げたシテファーニクは、死後に英雄として様々な形で検証されている。 ありがとうございます。